Fuji Rock Festival Live on YouTube! 銀南ボーイズ、峰田和信さんです。どうも、ようこそ。どうも。もうこのステージセットに来るまでもヘロヘロな足取りでしたけど、すいません、はい、おけがないですよね。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。よかったです。グリーンステージ、魂のライブでした。もうあの、イカヅチにも打たれず、ご無事にお話伺えてよかったなと思うんですけど、完全燃焼できましたか。はい、もう今ちょっと、はい、でもちょっと時間が押してしまって1曲できなかったんですけど、それぐらいで、はい、なんとか、はい、本当にもう時間いっぱい使って、もちろん歌と、あともうファンの方たちとの交流とメッセージと、盛りだくさんのステージだったと思うんですけど、グリーンステージって4万人収容できるんですけど、お客さんが泣いたり笑ったりしてるのって峰田さんからちゃんと見えてるんですか。あんまりわかんない。目が悪くて。で、なんかライブ始まると、あの、僕視界が結構外側からなんかぼやけてくるんですね。なんで、あの、ちょっともやかかってる感じで、ちょっともうわかんないんですよね。今もちょっとまだ抜けきれてない感じ。もやーってしてるんですよね。もうじゃあ大きい一個のエネルギー全体としてなんか感じてるって感じですか、はい、存在を。はい、嬉しかったです。そう感じれて。のダイブした時って、じゃあのその支えてくれる人の体温だったり、なんか熱気とか手の汗とか、そういうのもなんかもうもやーっと感じてる感じなんですか。あ、臭かったです。臭かったですね。はい。匂いだけは強烈に入ってくるんですね。はい。はい、そっか。いや、もう本当に汗とお客さんの涙と、もう峰田さんのよだれとも全部出た魂のライブだったんじゃないかなと思うんですけど、なんかこうライブ見てて、あ、虫止まってましたね。大丈夫ですか。刺されましたか。大丈夫です。峰田さんのライブって本当にこれを峰田さんから奪ったら、峰田さん生きていけなくなっちゃうんじゃないかなって思わせさせる時が、まあ、思わされる時があるんですけど、はい、ライブって峰田さんにとって生きていく上でなくてはならないものですか。なんつうんですかね、あの、ライブやってない、音楽とかが自分から奪われたらきついと思うし、歌ってる時もきついし、逃げ場ないんですよね。逃げ場なくて、でもそれが苦しいだけかっていうとそうでもなくて、なんか自分の中にあるなんか痛みとか、なんかなかなか言葉で説明できないようなのを解放できてる、解放できるんですよね。なんかそれが内側からだけじゃなくて、外側からもお客さんからもそういうのが感じられるのがライブで、しかも野外でそういうのが経験できるっていうのはやっぱり気持ちいいですよね。曲作りにおいてもやっぱりよくご自分のなんかこうもやもやっとしたこととか、なんかうまくいかなかったりすると、それを曲に消化しないと先に進めないみたいな、おっしゃってると思うんですけど、はいはい、やっぱり何かあると絶対それは音楽と直結してるっていう感じなんですか、人生と。なんか自分ではそこまで本当にアーティストって感じはなくて、でも僕が思うアーティストっていうのはやっぱりそうやって作品に自分をね、もうこれがないとみたいな、それに比べると僕まだ全然あの、はい、でもどっかではあると思うんですけど、うん、今日の撮影クルーの中に実は峰田さんの大ファンの20歳の女の子もいるんですけど、どこが一番好きって、こんなに売れてこんなに人気なのに変わらず飾らずいるところって言ってて、あの、今日の MC でも、いや、騙されてると思いますけど、いやいやいや、うん、来てくれてありがとうとか、あんまり言いたくないんですよとか、いつもこう謙虚な姿勢だったり、いや、自分まだまだみたいな姿勢が峰田さんあると思うんですけど、どうなんですかね。自分には音楽の才能は、あの、足りないっていうか、まだまだっていうのあるので、その分どっか違うところで、うん、なんかちゃんと、うん、ぶつかっていかないとなってのはありますけどね、はい、あの、去年あたり、今も俳優としてもすごいお忙しくて、でもやっぱり役者をすることによって、それを必ず音楽に還元していきたいんですっていうようなこともおっしゃってたんですけど、最近演じる役の数だったり幅っていうのも広くなって、何か音楽的に影響ってありますか。やりたいことがどんどんやれるようになってきてましたね。来てますね、はい、そのお芝居はお芝居で、
そこから得られるものもあるので、そのなかなか音楽だけやってても感じられないようなものを、それをちゃんとやっぱり音楽に還元できてるようになってる、最近になってきてるなと思うんですね。なのでもう昔からなんかやりたいことやってるってなんかありましたけど、でもどん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 なんかなんだろうな、社会性を身につければ身につけるほどどんどん自分が音楽にもっと裸でぶつかれるようになったっていうか、うまく言えないんですけど、外を知ることで、外の世界で音楽以外のところで得たものをちゃんと音楽にぶつけられるっていう、恵まれてるなと思いますね、はい、今日 MC でもラブソングは世界を救うと思ってますと、そんなこと言ってました、言ってました。ああ、やっぱ覚えてないんですね。もう言動めちゃめちゃ熱いことをおっしゃってました。もう最高と思って、ああなんかもう何歳になってもラブソングを作り続けます、ここに誓います、誓いもあったんですけど、はい、あのやっぱり恋愛ってすごい大きい、日向さんにとってあの創作の源だと思うんですけど、なんかこう青春時代の一番忘れられない恋愛エピソードってありますか？僕までバンド組む前なんですけど、18歳で、一人暮らし始めて、大学であの地元を離れて一人暮らしで始めて、大学1年生の時に、あの当時俺ギター1本あってアコギで、それで曲作り始めたんですよね、バンドやりたいなと思って。でもまだメンバーもいなくて、ただ一人4本しか弦が張られてなくて、弦の張り方も分かんないので、もう4本のギターで1日いっぱい作ってた曲をテープレコーダーに吹き込んで、でそんな時に好きな人がいたんですけど、大学の同級生で、その子がセブンイレブンでバイトしてて、で俺パン屋でバイトしてて、で近所で、で余ったパンを俺もらえるんですよね、バイトの人って。でそのパンをセブンの彼女のとこまで持ってって、レジの上に置いて、じゃあまたっつってそういうことやってたんですけど、ある日あのまた持ってったら、彼女があと10分で終わるんで私シフト待っててくれるって言われて、で待って駐車場で待ってて、そこから2人であの公園行ったんですよね。で公園でブランコをこう座ってて、うわー超楽しい、やったと思って、でその時彼女がなんかカズ君って言われてて、すいません、はい、カズ君は、カズ君は将来どうするのって言われて、でも俺誰にも言ったことなかったんです、バンドやりたいとか、はい、でもその時なんか言えたんですよね、彼女に、俺将来バンドやりたいんだよね、音楽で生きていきたいって言ったら、俺笑われっかなと思ったら、すげえ真面目な顔で、何の根拠もないと思うんですけど、カズ君はきっと大丈夫だって言ったんですよ。でな、と思って、なんでこんなこと言うんだろう、何者でもない俺に。で綾子さんはって聞いたら、綾子さんって言うんですね、はい、うん、綾子さんは、私は普通の人、普通のお嫁さんになりたいって言って、ちょっと悲しくなって寂しくなって、それが嬉しい、あそうなんだって言ったけど、俺は音楽で、でも彼女は普通の人になりたい、そ好きだった気持ちがなんかほわーってなって、うわーと思って、でもあの時彼女が言ってくれたのが忘れられない、なんで俺に大丈夫だって言ってくれたのか、曲も聴かせたことないのに、それは忘れられない、あの子のおかげで歌えてるのかなとか、かっこつけて言うと最高じゃん、綾子さん、もし見ててくれた綾子さんとは全然それ以来会ってない、うわもう、はい、じゃあもしかしたら今、ね、これ見ててくれてるかもしれないし、もう今日フジロックにいる可能性もなきにしもあらずなので、恩人というか、はい、ね、ファンの皆さんからもやっぱこうちょっとお礼を私ちょっと代表して言いますわ、綾子さんに、綾子さんありがとうって言います、土屋綾子さん、フルネーム大丈夫かな、結婚してるから、ね、大丈夫か、変わってるから、まあ、何人もね世の中にはいるかもしれないんでね、土屋綾子さん、その中の一人の土屋綾子さん、ありがとうございます。いやちょっとまだまだお話をお伺いしていきたいんですけど、残念ながら時間が迫ってまいりまして、はいはい、あのこの後フジロックどうやって楽しみますか、もう ね、 僕ね出番も終わって、これから帰るんですよね、そうなんですか、はい、やっぱお忙しいから、あれも撮影とかは、撮影とかはもう今は一段落、一段落ですもんね、そっか、でもあのこの夏まだまだフェスにもね出演されますし、結構音楽にフォーカスできる夏、キュアって終わりました、今日昨日、明日なんですよ、明日戻ってこれないですよね、いやちょっと見ようかな、どうすかな、突然ナンボールがちょうどね銀ナンボーイズの裏だったんですよ、はい、なるほど、はい、ぜひちょっとじゃあ明日のキュアはせめてスケジュールがもし合うようであれば
戻ってきていただくか、はい、どうも、あの他のライブもね、あのライブ配信したりもしてますので、はいはい、移動中とかもぜひチェックしていただければと思います、はい、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。銀河ボーイズの峰田和伸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。